皆様こんにちは。本日も曽我先生の奥様の手料理をご紹介いたします。本日は洋風です。おいしそう。ですね、まずはメニューをご紹介いたしますね。メインの豆腐ハンバーグ、そして紫キャベツのマリネ、かぼちゃとクリームチーズのグラタン、うの花サラダ、そしてデザートのレモンゼリーですね。もうデザートまでつけていただいて、もういつもありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、豆腐ハンバーグいただきますね。ですね、皆さんもご覧いただけますよ。あの玉ねぎの輪の中に豆腐ハンバーグが収まっているんですね。かわいい。ドキドキですね。あの奥様はこういった豆腐ハンバーグ、あの玉ねぎの中にハンバーグを収めてくださるんですね。玉ねぎの使い方が本当にお上手でですね、美味しいんですね。甘いんですよ、玉ねぎが。あの弱火でじっくりあの調理なさってるかなと思って、あのすぐ取ってしまいました。お箸の取り方ちょっとご説明いたしますね。右から3分の1あたりのところを右手上から取りますね。左手すぐその下サポート、右手上から下に滑らせて、そしていただきます。本日は洋風でございますので、お返しやっぱりあの使わずにこのままいただきます。背筋を伸ばしていただいてからですね。手前から。柔らかい。豆腐が入っているということで。いただきます。おいしいですね。お豆腐がたくさん入っている感じがしますね。いただきます。美味しいですね。玉ねぎ甘いです。とっても甘い。とっても美味しくいただきました。それではですね、かぼちゃとクリームチーズのグラタンいただきますね。あ、それから小皿の扱いについてご質問いただきました。小皿なんですけれども、親指は横から添えないんですかという、とてもいいご質問いただきましてありがとうございます。添えないんですね。小皿取ってみましょう。両手で取りまして、左手のひらに乗せまして、で小皿の場合はですね、お茶碗はここで親指乗せるんですけれども、小皿は乗せないんですね。下からサポートするだけになりますね。でお箸右から3分の1に取りまして、左手を真ん中あたり、右手上から下に滑らせて、そして手前からいただきますね。かぼちゃとクリームチーズのグラタン、美味しそう。いただきます。甘い。かぼちゃはとっても甘くて美味しいです。それでは、うの花サラダ。やはり両手で取りまして、左手のひらの上、右手、上からお箸取って、左の真ん中、右手から下に滑らせて、そして手前からいただきます。うの花サラダ。うの花4分の1ですね。どん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 。美味しい。どんな味っていうんですかね。チーズが入ってるような感じがしますね。中に刻んで入っているのは赤いパプリカと、あとこれはブロッコリーのようです、はい、では紫キャベツもいただきます。紫キャベツのマリネ、シャキシャキして美味しいですね。でもご飯もいただきますね。ご飯の時だけは親指かかるんですね。やはり両手で取りに行き、左手の手を持たせましたら、ここご飯とお汁の場合は高さがありますので、上からも押さえるんですね。左手の親指上から、そしてこの空間しっかり残しておきましょう。右手右側から上、3分の1のところを箸取りまして、左手真ん中あたり、右手上から下滑らせて、そして手前からいただきますね。私が持ってきたご飯、今日は新之助を持ってきました。あ、それからですね、器の高さなんですけれども、ね、ここでですね、できればこう体、なるべくまっすぐ、多少は近づきますけれども、なるべくまっすぐのところを維持していただきたいんですね。これ、例えばですね、時代劇なんかでですね、暴れん坊将軍の、吉宗が、江戸城にいるときはこう食べてると思うんですね。で、庶民の間に入ったら、分かってはいけない、これで、庶民はあまり食べませんから、庶民はお口が器の方にこうやっていきますよね。こうやっていくのが割と庶民が食べ
方だったりするんですけど、それをちょっと意識していただきたいんですね。なるべく皆様は淑女を目指されるのであればですね、やはりこう吉宗のようにお殿様のようにまっすぐ体はしておいて、そして、ね、お箸をこっちに持っていく、お口が器の方に行くのではなくてお箸を持っていくっていう形なんですね。なかなかこれ訓練が必要なので、多少はもちろん首も少し前傾しますけれども、でもできれば小皿もどんな食べ物もですね、お口が下に下がるのではなく器の方をですね、お箸、手の方を、お口に持っていくというのを意識していただきたいなと思います。本日の、ご飯は洋風のご飯です。忘れていました、デザートもちょっと皆様にご紹介せねばいけません。レモンゼリーのデザートになってちょっといただきます。綺麗ですね。レモンのゼリーの中にですね、フルーツが刻んで入っておりますね。入っているフルーツは、グリーンキュウリとイエローキウイ、キュウリじゃなくてグリーンキウイ、イエローキウイ、そして、ブドウが入っておりますね。ちょっといただきますね。レモンゼリー、レモンだけだと思っていましたら、白ワインも入っていましたね。すごく美味しいです。だけどアルコールは残ってないようですね。飛ばしてくださっていて、ちょっと風味が残っています。とっても美味しいです。奥様、デザートまでありがとうございました。本日も美味しくいただいております。本日のお料理、こういったお料理になっております。皆様、どうぞ明日もまたご覧いただきますと嬉しいです。ありがとうございます。